完成です。焼肉ドッグ。今日は杏仁茶粉末ですか。それではいただきます。今日のはちょっと焼肉ドッグなんでまたちょっと違うと思います。いただきます。うん、やっぱこっちの方が僕は好きかな。ジューシーさがあります。これやっぱりマスタードで絶対いりますね。美味しいです。あと玉ねぎのシャキシャキ感とトマトの少しの酸味と焼肉のタレとよく合います。美味しい。またこのコッペパンがあるんでやりに行きます。作りに行きます。乾杯。杏仁茶ですが、美味しい。久々飲んだ杏仁茶美味しいわ。やっぱり粒マスタードが美味しいですね。